ジェイ。ちな、ちなみに今日塗装班が手すりをもう多分ね、もう築40年とかじゃない、もっとだな、60年ぐらいかもしれない。これを全部懸念してやるらしいわ。あれは大変だよ。メーン、ただいま。フィリピンから帰った男、あ、一人、フィリピンから一人、フィリピン、一週間、うん、ジェイ全部取るか。もう今全部手すりの工事で全部懸念から始まってます。あ、聞いてないか。今日初日、初日です、今日来ました。もう向こうから、これだ、向こうからもうずっと今回ってきたんだ、これ。そうですね、向こうから回って。いや、これ大変だ、暑いし。いや、もう昼間やるだよ、朝だけやって、違うとこやれんの。いや、少ないですよ。で、外も足場を組んでからちょっとやらんといかんくて。外、外壁もやるの。あの、外壁の、あ、手すりだけ今回。手すりですね、手すりと、ここのベランダの。まあ、そうです、3人現場やばいでしょ。一応言いました、ね、10人一応だから10人でやる。で1人で10日で、これ手すり全部懸念して下も懸念して、それはもういいや。で、また共用部の中もある階段もあるんですよ。あの階段もな、はい、全部やるんだろ。螺旋階段と、あと不潔な階段もあって、ここも普通に行って100万ぐらいもらわんとやれんか。80から100ぐらい。金の話ばっかりするけど、フィリピンから帰ってきたばっかりだ。ちょっと金の話が強いわ今日は。ちょっと違うっすね。お金使ってきちゃったけど。俺もこれ1日朝からやって、3人でやって、今25m ぐらいだもんね、はい、だってメーター1人 15m ぐらいで行けばいいんだな。そうですね、1日行ければ。で、これ全部合わせるとあるもんね、別に下もあるし、外側ももうボロボロなんで、うん、もうちょっと大きい声じゃん。今日マイク聞いてない。内側、外と内側をやらないといけない。お前最近動画ちょっとちょこちょこ上がってるから調子乗ってるんだよ。いや、逆に俺寺西さんの方が多いんで、僕全然乗ってないですよ。気になる。はい、ちょっと気になる。あ、そうです。戦場のやつかっこよかったじゃん。結構伸びとったじゃん。戦場伸びてない。いや、まだそこまで。お前にしては。はい、僕に一番伸びてます。ありがとうございます。結構強くなってるっすね。今日これビンガイドだよね。ちょっとハンマーに力が、力がすごいよ。今日から新品でした。ちなみにこれ10本ぐらいあるから、プロだね。ありますか、会社。ターンボールめっちゃあるの。あんまり叩けど、あ、これやめてね。この社長どうなっとんねいいね、お願いします。暑いな、しかし。やばいですね、これ暑いわ。これもう屋上だもんね。寺西くんが今日上がっとったな、動画。温度測れるやつ。あ、ありました。なあ、あの屋根とかも、あれ持っとけ、ちょっと。俺も買っておこうかな。ホームセンター売っとんの。どうなったんかな、欲しいな。欲しいですよね。いや、もう多分これ体感温度やばい。あ、ちょちょちょ、繰り返しもやばい、ね、今面白いことやったら。そんな熱いよ、お前。いや、もう今面白いこと。なんで誰も俺突っ込まんしさ、喋らんしさ。俺一生懸命頑張ってんのにさ、帰ってきて次の日からこんな一生懸命喋って、現場来てようわからんことあげみたいなことずっと喋って、叩かれて、俺毎日毎日コメントで叩かれて、で、俺はまだ暑いやったのに、お前突っ込まれんか、お前。まあ、ちょっと久しぶりすぎて、こんな暑いよ。普通にやばいでしょ。何度ぐらいある。それで今日で気温が最高35度になってたんで、まだもう屋上とかまだ上がってるんで。だってこの湯飲みより暑いよ。普通に暑い。持っとれんもん。湯飲みも取れるじゃん。ねえ、湯飲みも取れるじゃん。はい、ねえ、湯飲みも取れるでしょ。もう取れるでしょ、はい、ってことは湯飲みより暑いってことだな。そうです、ね、お茶、熱いお茶飲んどるよりも、まあ、暑いってことよ。その上で仕事しようなもんね。で、気温で言ったらさ、今来るとき車なんか36だったから、はい、外気がね。だけどこの辺はもう45度から50度近いよな、この上のところは。むちゃくちゃ暑い。まあ俺はね、動画撮るとあと10分で喋ってるだけだね。いいけど、まあ現場からしたらたまったもんじゃないよね。まあ早くやって、早く全部で、昼時はちょっと降りた方がいいんじゃない。一番ちょっとここを先に、まあ、全部引いてってるか。で、だんだん下に行きたいんですけど、あ、上からやっぱ順番にしていかないと、はい、声がちっちゃい。声マイクついてんの、外部マイク。もっと大きな声ですね。お前、あの戦場動画も全然声聞こえんかったもんね。俺見てみーな、こんなに張って声わかるやろ。もう大丈夫。俺よりできるようにしゃべれよ、お前。厳しいっすね。なの、はい、そう、もうとりあえず暑いっすまだまだダメだ、お前。いや、まだまだ今からさ、真剣にしゃべらんと声が張れないもうだからいじめっすもん、これいじめっす。それが実際これどうやってコツとかあるの。基本的に
まあ上からなんですけど、うん、最初も今度外側もひどいんで、うん、まず外を、うん、こういうところ最後落ちたのをブロワーで飛ばして掃除するんですけど、うんうんうん、まあいや、その話はい熱いわ、はい、とりあえず上から全部叩いていったんですけど、あ、もう叩いてちょっと俺もやってみようかな、はい、熱いです、あー、ちょいや、これはちょっとあれさ、誰も突っ込みない、それは、はい、はい、あ、結構簡単やん、最初落としていって割れてると結局でもこれじゃいかんわけだろ、そうですね、すぐめくれるようじゃいかんわけだろ、浮いてるんでそこを叩いてやってる感じで、結局ちょこっとくっついてるとこが残しちゃうと、そこからめくれて全部めくれちゃうんだよな、はい、そうですね、でも意味がなくなるし、うん、叩いてももうかけらも出ないぐらいなんで、やっぱりちゃんと叩かないとダメです、うん、俺叩くの、いや、最初叩いたら俺叩くの、もう倍返しだね、もう面白いことやってよ、またYouTuber だから、僕たち面白いことやってよ、チャンスをココタンタンと、シシタンタンか、なんか何があるな、何があるな、何タンタン、何タンタン、正解がわかんないけど、何タンタン、コシタンタンか、ちょっともうフィリピン帰りだ、でもおかしいわテンションマジマジテンションマジ、これぐらい上げてかんとお前動画作れんだろ、そうですね、いや、ジュンマチャンネル目指すら面白くないじゃない、そうですね、やっぱ横から見ても浮いてるんで、うん、ここら辺ももう全部叩いていかないと、うん、いやなんで、うん、でも完璧にもうどこに仕込んどる、どこに仕込んどる、どこに仕込んどる、お前面白いこと言えよ、ちょっとね、これきついぞ、ね、今からさりげなく笑いを取る、やっぱりね、プロとして YouTuber のね戦場動画といい、はい、さりげなくライブを撮る、はい、テクを見せますね、皆さんテクね、こんな懸念という単純作業、彼は笑いに変えれると、そういうことを言うわけだね、わかりました、よーい、ちょっとスタート、とりあえず削っていって、はい、もう落ちなくなるまでやっていくわけです、はい、これは、はい、ね、もう途中で、はい、もうできなくなって、はい、気温も暑いんで、はい、とりあえずも今日入ります、はい、どうです、ちょっと入ったいやダメだお前、全然ちょっと今回転がやばい、お前鹿児島に帰れるか、これで盆正月帰ります、帰れんよこんな状態でお前誰が回線できるんだ爪痕残してから帰れ、あんな戦場道具じゃダメだ、もうあれはこれ前回道場のお前レギュラーとしては無理だよまだお前レギュラーじゃない準レギュラー、準レギュラー、あー準レギュラーってお前、あーやばい準レギュラーだってお前、もスタメンちょっと取らない、スタメンまだそのダメだね、まだダメっす、ちょっとじゃあもう一発よーい、テイク2、これは浮いてるんで、とりあえず叩きます、うん、叩いて、やばい、もうあ、浮かばない、ダメだ、浮かばないです、これもう社長にやろ、もう叶わないです。本当に叶わないです。うん、まあ、ちょっと今日僕ね、はい、フィリピン帰りで頭がおかしくなってますから。ずっと一日中だって英語喋ってるわけ。一日ですか。だって、え、日本語通じるんだ。俺がどんだけ英語喋れるか、今度はちょっと、本当はフィリピンで撮ろうと思って、何本か撮ってるの。はい。ちょっと使えんかったね。ダメ。次回行くときは、もうちょっと仕事も絡ん、ちょっと考えとるんで、今度俺がどんだけ英語喋れるか、ちょっとね、ちょっとフィリピン動画見せてみます。じゃあそれでは、グッバイ。いや言われたらちょっとやばいですね、やばい、でも普通に撮ってもらったら何撮ってんのかなみたいな感じが一番いいかもしれないです、ああそういうことな、要は撮られてるっていうのが緊張するから、そうですね、なんか緊張して硬くなっちゃうんで、はい終わりましたみたいな、そうですね、まあ、そんな自然になる、そうですね、いつもおまけ動画結構自然なラフな感じ出てるもん、そうですね、それがいいなって言われたり、まあいいや、お前喋ってもしょうがないので、はい、ちょっと下降りて、まあ、熱いでいきましょう。